MP3, MP3, MP3 MP は音響データを圧縮する技術の一つであり、それから作られる音声ファイルフォーマットでもある。ファイルの拡張子は MP3 である。本フォーマットでは1 4 1 1 2 k b p s で収録されている音楽 CD 企画の PCM などを講述する範囲内で任意のビットレートサンプリング周波数等を設定し、 圧縮することができる。競技の MP3 はビデオ圧縮規格である MPEG-1 のオーディオ規格として開発された。非可逆圧縮であり、それ以前の規格である MP1 及び MP2 を改良したものにあたる。当初は MPEG-1 オーディオ画像マイナ3の略称だったが、後に互換性を持つ MPEG-2 オーディオブック。 mpeg- にオーディオ画像 -3 が加わったので、合わせて mpeg-1 にオーディオ画像 -3 とすることもある。さらに、非公式規格の mpeg-2.5 オーディオ画像 -3 を含む場合もある。なお、mpeg-1 オーディオ画像 -3 の使用は ISO 11172から3、JISX 4323で規格化されている。 企画書は有料であり、それゆえインターネット上では、詳細な仕様は公開されていない。MP1、MPEG-1 オーディオ画素を -1、MP2、MPEG-1 オーディオ画素を -2 は、全新企画であり MP3 との互換性はない。また、MP3 と MP4 の名称が類似している、ことから MP4 が、 同類のオーディオ画像をマイナス4と誤解されるケースが見受けられるが、MP4 はあくまで MPEG-4 の関連規格であり、直接の関連性はない規格である。また逆に MP3 が MPEG-3 の略称であるとされるケースもあるが、MPEG-3 は、策定段階で MPEG-2 規格に吸収されているため存在せず、これも同様に誤解である。 MP3 という語はデータ圧縮の規格やそれに基づいて作成されたファイルのフォーマットを指すが店頭広告で MP3 が安いなどの表現が使われるために MP3 が携帯型デジタルオーディオプレイヤーそのものであると誤認されることもある。MP3 圧縮アルゴリズムは2000年から2001年にかけてドイツのフラウンホーファース 集積回路研究所で発明され、特許が取得されている。その特許権収入は2005年現在で約1億ユーロであった。MP3 は音声の周波数帯域では極端な性質の劣化を伴わずに圧縮でき、音声をデジタル化するために用いられた。後に音楽を CD などの音源媒体からパーソナルコンピュータ、PC のハードディスクドライブ、 HDD に取り込む用途で広く普及した。MP3 は、音の聞こえやすさの違い、周波数ごとの最小化聴値や、大きな音が鳴った際に、その直前直後や近い周波数の小さな音が聞こえにくくなる現象、時間、周波数マスキング等の人間の聴覚心理を利用した圧縮を行うため、エンコーダの実装、聴覚心理モデルの調整次第で圧縮後の、 再生品質は大きく変化する。音楽用途の評価が高まると、MP3 に対応する携帯型音楽プレイヤーが現れ、これらは MP3 プレイヤーと呼ばれている。大容量の HDD を内蔵したプレイヤーなら1万曲以上の楽曲が収録可能でや、MP3 による音楽ファイルを CDR や DVDR などに書き込むなら数百曲や、 数千曲が収まり、対応している CD、DVD プレイヤーなどで再生可能である。ボイスレコーダーでも、三洋電機など以前から MP3 形式での録音可能な機種が発売されていたメーカー以外にも、今まで独自企画を採用していたパナソニックや、ソニー製のボイスレコーダーでも、汎用性等の観点から MP3 形式での録音可能な機種が出始めている。 圧縮したデータは、サイズの減少から、取り回しが容易となるため、通信回線上で転送することも容易となり、インターネットラジオなどで広く用いられる一方、著作権者が再配布を認めていない楽曲の、不正配布に用いられることもある。これに対し、MP3 に、デジタル著作権管理機能が付いていないためだという、主張などがある。最近の音楽形態には、 このような事態を防ぐべく、いわゆる著作権保護に対応するための MP3 として、セキュア MP3 を採用している企業もある。MP3 が広く普及した要因として、無料のエンコーダデコーダソフトウェアが入手可能な点が挙げられる。1998年以降には、ドイツのフラウンホーファー協会とフランスのトムソン社が、ライセンス保有を主張しているが、 フリーソフトウェアライセンスで提供されている REM など、無料のエンコーダや Windows メディアプレイヤーなどの無料の再生ソフトウェアが入手できたため、普及を妨げることはなかった。2015年現在、MP3 より、後発の標準規格 AAC が iTunes、m o r a iPod、チャクウトなどで用いられているが、普及率では未だに MP3 を置き換えるには至っていない。 また同様に MP3 の代替を目的とした後発企画としてマイクロソフトが開発した WMA や特許の制約を受けない完全にフリーなコーデックとして開発されたボービス、可逆圧縮コーデックとして開発されたフラッグ、ソニーが開発したアトラックなどがあるが、いずれも MP3 のシェアには遠く及ばない。特にソニーは2004年頃まで。 半 MP3 の姿勢をとっていた子から、ウォークマンなどの同社製品のシェアを落とすこととなった。なお、WMA やアトラックについては、デジタル著作権管理の機能が備わっているために、ネット上での音楽配信サービスを行う事業者が採用する傾向がある。また、フラックは、可逆圧縮という利点から採用される機会が広がりつつある。年月日、 MP3 の基本特許を対象とするライセンスプログラムが終了したと現在の特許権管理会社である特、フラウンホーファースから発表された。MP3 では比較的低ビットレートでのエンコード時に 16kHz 付近で LPF をかけるエンコーダが多い。これはフォーマット上の制約から高周波成分の記録には多くのデータ量を必要とするため、 全体の品質を保つためには、ビットレートを大きく上げなければならなくなるからである。LPF を外せば、スペクトログラム上での見かけは、周波数特性が良くなったように見えるが、聴覚上の品質は低下していることが多い。カットオフ周波数を低くすると、特にビットレートの低い場合で、聴覚上の音質が向上する。 高ヒットレートでのエンコードでは高周波成分の記録に余裕が出てくるのでビットレートに応じて LPF のカットオフ周波数を変えるエンだがほとんどである。MPEG-2 にもオーディオ画素 -3 が存在し同様に MP3 と呼ばれるが規格上では MPEG-2 オーディオブックが正式である。この規格では 圧縮方式は同じだが、ビットレートの低いメディアのための高圧縮立対応や、マルチチャンネル対応がなされている。この形式は、ヨーロッパ向けの DVD で採用されている。通称、MP1 と呼ばれ、拡張子は、MP1、MP PCM データの周波数帯域を、帯域分割フィルターを用いて32個のサブバンドに分け、 聴覚心理モデルに基づいてサブバンドごとに量子化する。核、サブバンドはさらなる帯域分割再分化が行われない。m b c t は使わない。また、ハフマン符号化による可逆圧縮も行われない。そのため、ビットレートがかなり高く、約1、4にしか圧縮できないが、エンコードが非常に早い。PSC としてデジタルコンパクトカセット以下。 DCC で採用されている。基本ビットレートは 320Kbps。DCC では 384Kbps。通称 MP2 と呼ばれる MP3 の全身規格。拡張子は MP2 か MPC。比較的普及率の高い音声圧縮フォーマット。ビデオ CD や CS デジタル放送。日本国内ではスカバー。 はじめ DVHS、DVD、ビデオ、ブルーレイまで採用され、ほとんどの規格の基本フォーマットとして使われている。圧縮アルゴリズムは MP1 とほぼ同様であり、MDCT を用いた各、サブバンドごとのさらなる帯域分割再分化は行われないし、ハフマン不合化による簡逆圧縮も行われない。圧縮効率は MP1 より高まっているが、 101、7程度に止まっている。基本ビットレートは特に規定はないが、ビデオ CD に使われている 224Kbps、または 256Kbps が標準として用いられる場合が多い。通常は MPEG- にオーディオブックと呼ばれることが多い。サンプリング周波数の低い MP3 に使われる。 規格で、主に 24kHz と 22.05kHz、16kHz で扱われる。他は、MPEG-1 オーディオ画ス -3 と変わらない。他にも MPEG-2.5 が存在している。なお 24kHz 以下のサンプリング周波数のものは、すべてこれとみなせるため、Windows の WAV に、標準で使える MPEG 画ス -3 コーデックが、 これとなる。ここで言う MP4 は、一般的に言われる MP4 とは全く別である。MP3 からの派生品に MP4,MPEG-1 オーディオ画素 -4 がある。これは、圧縮技術ではなく、著作権保護を目的とした企画として開発され、音声部分の技術は、MP3 と変わらなかった。利便性が悪く、 さらに MP3 プレイヤーなどでは再生できないという互換性の問題も生じている。その後、MP3 よりも高圧縮、高音質で著作権保護を謳う WMA や AAC などの登場により、また、コンテナ形式の一種である MP4 コンテナ、MPEG-4 パート14の登場により、復旧どころかほとんどその名を残さずに終わってしまっている。 2001年に発表された MP3 をベースに圧縮率を向上させた企画。ほとんど普及していない。MP3 を最大5.1チャンネルに拡張したサラウンド音声フォーマット。2004年発表。ほとんど普及していない。2009年にトムソン社が発表した可逆圧縮音声フォーマット。他のロスレスフォーマット、フラック、アップルロースラス。 WMA ロースラス等と同程度の圧縮率、むね50%で可逆圧縮を行う。従来の MP3 のストリームも格納されるため、非対応の機器やソフトウェアでも MP3 部分が再生可能。ほとんど普及していない。MP3 Pro AAC MP2 は MP3 とほぼ同じような音響心理学モデルを利用している。 フラウンホーファーがこれらのフォーマットの多くの基本特許を持っており、ドルビー、ソニー、トムソンコンシューマーエレクトロニクス、AT&T も同様である。他にオープンソースの圧縮フォーマットであるウ p s プス、ボービスがあり、フリーで特許の制約がない。新しい音声圧縮フォーマットの一種である AAC、WMA Pro、ボービスは MP3 エンコーダーにあるような、 MP3 フォーマット固有の制限に縛られない。フラウンホーファーは2017年4月23日、MP3 に関する各種特許の保護期間が終了したと発表し、アメリカの公共ラジオ局、ナショナルパブリックラジオが同年5月11日に、フラウンホーファーが所有する MP3 技術のライセンス販売のライセンス期限が4月23日に終了した旨を報じている。 非可逆圧縮フォーマットの他に、可逆圧縮コーデックが MP3 の意義深い代替になりうる。可逆圧縮は音声の中身を変えないが容量は非可逆圧縮よりも増大する。可逆圧縮には、フラッグやアップルロースラスなどがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。